はい、マイナス推理にようこそということで、今回はマリオットボンボイのライフタイムエリートについて完全解説をしていきます。マリオットボンボイのライフタイムエリートとは何か、そして獲得する価値はあるのかということですね。このマリオットボンボイのライフタイムエリート、聞いたことある方いらっしゃると思いますし、何のことかわからないという方もいらっしゃると思うんですけども、これマリオットボンボイのエリートステータスのことなんです。このエリートステータス、獲得条件は何か、そしてどんな特典があるのか、またこのライフタイムエリート獲得する価値はあるのかということをしっかりとこの動画で解説していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみに私自身もライフタイムエリートをね、獲得済みでございます。じゃんということですね。こちらをご覧ください。ゴールドライフタイムということでですね、すでにゴールドライフタイムというステータス私獲得してるんですよ。そんな私がマリオットボンボイのライフタイムエリートを初心者の方にも分かるように解説していきます。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラーズ TV はマリオットボンボイ活用の専門チャンネルになります。マリオットボンボイ活用、 SPGMX 活用、ホテルレビュー、ホテルルームライブっていう楽しい4つのコンテンツ皆さんに配信してますので、チャンネル登録ね、しっかりしてお待ちいただければと思います。それではライフタイムエリート解説いってみましょう。まずライフタイムエリートって何っていうことなんですけども、ライフタイムエリートとは特典が生涯に利用できるステータスのことなんです。特典が一生涯続くステータスのことなんですね。消えることが原則ないわけでございます。そしてライフタイムエリートを獲得するとポイントの有効期限がなくなるんですね。なのでポイントが消えてしまうっていう心配がなくなるわけです。そしてこのライフタイムエリートっていうのは3種類のステータスがあるんです。まずはこちら、ライフタイムシルバーエリート、ライフタイムゴールドエリート、ライフタイムプラチナエリートですね。ライフタイムシルバー、ライフタイムゴールド、ライフタイムプラチナという3つのステータスがマリオットボンボイのライフタイムエリートにはあるんです。一生涯このステータスが続くっていうところが重要な点ですね。原則死ぬまで特典がずっとね使えるという形になるんです。またこの3種類以外にももう一つライフタイムエリートがあるんですけど、それはこちらライフタイムチタンエリートなんですね。ただこのライフタイムチタンエリート、もうね獲得することができないんです。すでにライフタイムチタンエリートを獲得している方がいらっしゃるんですけども、すでに獲得している会員の方は継続できるんですが、新たにこれからライフタイムチタンエリートを獲得するということができないんです。もちろん私もねもう獲得できないので、ちょっとねライフタイムチタンエリート羨ましいなーなんていうふうにね思っております。では解説続けていきましょう。続いてライフタイムエリートの獲得条件を皆さんに解説します。ライフタイムエリート獲得条件はこの表の通りですね。まず2つの条件をねクリアする必要があるんです。こちら、宿泊数と資格保持期間ですね。宿泊数っていうのは年間ではありません。マリオットボンボに登録してから累計の宿泊数になります。そして資格保持期間っていうのはマリオットボンボイのシルバーエリート、ゴールドエリート、プラチナエリートの保持期間になります。ではこの3種類のライフタイムエリートの条件を見ていきましょう。まずはライフタイムシルバー、こちらは宿泊数が累計で250泊、そして資格保持期間がシルバー以上で5年間という形になります。250泊ってね結構な数字、そしてシルバーエリートを保持する期間も5年間ないといけないんですね。これだけでも結構ハードル高いですよね。では続いて見ていきましょう。ライフタイムゴールド、こちらは宿泊数累計400泊、そして資格保持期間はゴールドエリート以上を7年間となります。400泊とゴールドエリート7年間を続けなきゃいけないということですね。まあ私なんとかねここギリギリ獲得してるわけですね。そしていよいよライフタイムプラチナ、プラチナエリートがずっと一生涯続くっていう非常にお得な特典なんですけども、宿泊数は600泊、そして資格保持期間はプラチナエリート以上を10年間も必要になるという形なんですね。600泊とプラチナエリート以上10年間ということでね、かなりこれねハードル高いっすよね。私もねまだまだ達成できてないという状況になっております。またライフタイムエリート獲得条件の注意事項がいくつかあるんですけども、まず一つはですね、先ほど冒頭にもお話しした通り、宿泊数と資格保持期間はですね、これ両方クリアする必要があるんですよ。宿泊数だけクリアとかですね、資格保持期間だけをクリアっていうのはね、これだけでは達成できないんです。そして2つ目の注意事項、資格保持期間はこれ継続する必要はないんですね。あくまでも累計の年数でいいということですね。例えばライフタイムプラチナを獲得するために10年間プラチナエリート以上を保持しなきゃいけないんですけども、この10年間っていうのは一旦途中でプラチナエリートが維持できなくてもですね、継続する必要はないので、その後からのプラチナエリートを獲得すれば累計年数としてですね加算していくということができるわけですね。そして3つ目の注意事項なんですけども、宿泊数ですね、これはマリオットボンボイに会員登録してからの累計の宿泊数なんですけども、この宿泊数には実際のキャッシュでの宿泊だけでなくてですね、いろんな宿泊実績を加算するということができます。例えばポイント無料宿泊、それから SPG アメックス更新特典のエリートナイトクレジット5泊、そして年間チョイス特典、これは年間50泊あるいは75泊を達成した時に選べる
る特典のことなんですけども、この選べる特典にはですね、それぞれエリートナイトクレジット5泊分っていうのがあるんですね。なので50泊達成時に5泊を選んで、さらに75泊達成時に年間チョイス特典で5泊を選べば1年間で10泊稼ぐということができるんですね。もし年間チョイス特典何ってことがわからない方、過去にね解説動画上げてますので、そちらをご覧いただければと思います。それからプロモーションですね。マルットボンボイではいろんなプロモーションやってます。例えば2021年に入ってからはですね、昨年のエリートステータスに応じてエリートナイトクレジットが下駄という形でねいただけたりですとか、あとは2倍の宿泊実績みたいなプロモーションもマリオットボンボイ行ったことがあるんですけども、そういったプロモーションの宿泊実績もこのライフタイムエリートの獲得条件である宿泊数には加算されるという形になるんです。では皆さん気になるライフタイムエリートの獲得状況を確認する方法を皆さんに解説します。まずは皆さんマリオットボンボイのアプリ使ってますかね。使ってない方はぜひインストールをしてログインできるようにしてください。そしてインストールしてログインした後にですね、このマリオットボンボイのアプリを立ち上げてですね、下に4つのアイコンがあると思います。ホーム、予約する、トラベル、アカウントってあると思うんですけども、この一番右のアカウントをクリックしてください。するとですね、自分の今年の宿泊数ですとかマルトボンボイのステータスが表示されてると思うんですね。あとポイント数なんかも表示されてると思うんですけども、こちらの赤い枠のところですね、こちらに私ですとゴールドライフタイムっていう風に書いてありまして、獲得状況表示っていう矢印がありますよね。ここをタップしてみてください。するとですね、ライフタイムエリートの獲得状況がここで確認できます。私は何度も皆さんにお伝えしますけど、ゴールドライフタイムということですね。私がマリオットボンボイに会員登録してからの累計の宿泊数ですとか、プラチナエリート以上での年数っていうのがここに表示されてるわけですね。皆さんもライフタイムエリートの獲得状況によってこの辺の数字がね変わっていると思いますので、ぜひね確認してみてください。あとこの画面の下の方にはですね、ライフタイムの累計という小さなね文字が書いてあります。ここにはですね、資格保持年数が書いてあります。これも皆さんね、マリオットボンボイの利用状況によって変わってますので、ぜひ確認してみてください。ではですね、ちょっと息抜きにマイラーズ TV 私のライフタイムエリート獲得状況を皆さんにご覧いただきたいと思います。じゃんということですね。冒頭でも皆さんにご覧いただきましたけども、ゴールドライフタイムということでですね、まず現在の宿泊日数は454泊になります。そしてプラチナエリート以上での年数は7年という風になるんです。そしてですね、こちらに数字が書いてあると思います。宿泊日数が600、そしてプラチナエリート以上での年数が10泊、これがプラチナライフタイムエリートの獲得条件ということですね。進捗状況がこのグラフでわかるわけですね。そして下はですね、ステータスの保持年収なんですけども、シルバーエリート以上は8年、ゴールドエリート以上は8年、そしてプラチナエリート以上は7年という形になってます。皆さんはねどのようになっておりますでしょうか。では続いて、気になるライフタイムエリート獲得する価値はあるのかということなんですけども、解説していきましょう。まずはこちら、シルバーエリート、ゴールドエリート、プラチナエリートの主な特典の内容になります。シルバーエリートを獲得するためには歴年で10泊必要、ゴールドエリートでは歴年25泊必要、そしてプラチナエリートであれば歴年50泊必要ということですね。スターウッドプリファードゲスト、アメリカンエクスプレスカード、通称 SPGMX を持っていれば無条件にゴールドエリート25泊しなくても獲得できるので、SPGMX を更新し続けていればですね、ゴールドエリート以上の年数は稼げますよね。ただプラチナエリート以上になるとやっぱりなんとかね、プラチナチャレンジをしたり、年間50泊をクリアしたりするということが求められるわけです。でですね、特典を見ていきたいと思いますけども、ポイントボーナス、シルバー、ゴールド、プラチナでプラス 10%、プラス 25%、プラス 50% って結構これね、大きな差がありますよね。また、レートチェックアウトはシルバーは状況に応じて、ゴールドは午後2時まで、プラチナは午後4時までという形になってます。ここもね、プラチナだと4時までゆっくりできるので、空室状況によりますけどもね、これはかなりお得ですよね。そして気になるアップグレード、シルバーはアップグレードはないんですが、ゴールドエリートになるとアップグレードあり、そしてプラチナエリートになると一部のスイートルームを含むアップグレードが期待できるわけです。またウェルカムギフト、ここも大きいですよね。シルバーはなし、ゴールドエリートであればポイント、そしてプラチナエリート以上であればポイント、朝食、アメニティの中から選べるということですね。朝食を選べば朝食が無料でいただけるっていうのが大きなねメリットですよね。またラウンジアクセスということでですね、クラブラウンジがあるホテルであれば一部のブランドを除いてプラチナエリートであればラウンジを使えるということができるわけです。なのでプラチナエリートを獲得すれば結構ねこれ大きなメリットありますよね。ライフタイムプラチナエリートを獲得すれば年間50泊をクリアしなくても一生涯このプラチナエリートの特典が使い続けるというわけでですね、やはりライフタイムプラチナエリート、これね欲しいですよね。ライフタイムエリートを獲得するメリット、細かいところ見ていきたいと思いますけども、まずねやっぱりポイントの有効期限がなくなる、これ何気にね大きなメリットですよね。なのでライフタイムシルバーエリートを獲得すればポ
イントの有効期限がなくなりますので、ポイントが消えるようなことは基本的にはなくなるっていうのは大きな安心感につながりますね。そして2つ目なんですけど、ライフタイムゴールドを獲得するメリットはこちらなんじゃないでしょうか。 SPG AMEX のゴールド特典が不要になるということですね。2期15泊クリアしなくても、あるいは SPG AMEX を持たなくても、ライフタイムゴールドであればゴールドエリートを使い続けるということができるわけです。ゴールドエリートで十分という方はこれでもね、ひょっとしたらよろしいかもしれませんね。まあ SPG AMEX はゴールドエリートを獲得できる以外にもいろんな特典がありますんでね、ライフタイムゴールドと SPG AMEX 両方持つっていうのもね、私は結構ありなんじゃないかなと思います。そして3つ目、ライフタイムプラチナエリート、これはねやっぱり持ってると、先ほどでねご覧いただきました、例えばチョイス特典で朝食が選べたりですとか、スイートルームを含むアップグレードが期待できたりですとか、レイトチェックアウト4時まで、そしてクラブラウンジが使えるっていうね、大きなメリット、これがですね、年間50泊しなくてもずっと使い続けるっていうことができるわけですね。一生涯のプラチナ特典が享受できるわけです。あとこれ結構気になる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ライフタイムエリートを持っているとアップグレードで優遇されるのかどうかということなんですけども、これね基本的には影響しない模様なんですね。まあこれもホテルによって若干変わったりですね、状況によっては変わるらしいんですけども、ライフタイムエリートのステータスを持ってるからといってプラスでホテルで優遇されるってことはないというような話を聞いてます。では続いて、ライフタイムエリートは頑張って獲得する必要はあるのか、修行してまで獲得する必要があるのかってことなんですけど、これマイラーズ TV 的に皆さんにねアドバイスをさせていただきたいと思います。まずはですね、このライフタイムエリート無理して取る必要はおそらくないかなというふうに思います。マリオットボンボイをね愛好しているうちに気づいたら取れたぐらいでよろしいんじゃないでしょうか。ただですね、私のようにライフタイムゴールドを獲得して、次ライフタイムプラチナエリートが見えてきたらですね、獲得に向けて意識した方がいいと思います。ではですね、ライフタイムプラチナ獲得に向けてですね、この3つを皆さんにねアドバイスしたいと思います。まずはですね、ライフタイムプラチナが見えてきた、あるいはライフタイムプラチナを狙いたいという方はですね、できる限り泊数を上乗せしてください。例えば年間50泊75泊でいただける年間セレクト特典では、それぞれ5泊のエリートナイトクレジットがいただけるので、合計10泊上乗せできるんですよね。これライフタイムプラチナ600泊をクリアする上では結構ね、1年間10泊プラスって大きいですよね。それからちょっとした小技なんですけども、これはポイント無料宿泊5連泊ということですね。ポイント無料宿泊5連泊すると4泊分のポイントで1泊プラスでねプレゼントされますので、1泊分がね追加されるということで宿泊数の上乗せできますよね。あとはプロモーション活用ということでですね、宿泊実績が20とかっていうようなプロモーションがあればですね、ぜひそこでですね泊数を稼いだりということもやった方がいいんじゃないでしょうか。もちろんね SPG AMEX を更新すれば5泊もらえますんで、これはねぜひ更新した方がいいんじゃないですかね。はい、それから2つ目、プラチナチャレンジを使うということですね。プラチナチャレンジで獲得したプラチナエリートはこれ1年分でね加算されますので、保持期間10年分の1年にね使えるという形になりますよね。そして最後3つ目なんですけども、マリオットボンボイには隠しルールとしてですね、ソフトランディングっていうのがあるんです。これはね規約にないんですけども、例年行われてるんですね。ただ毎年行われるというわけではないので、あくまでもこれは例年マリオットが会員へのサービス的に行っているものなんですけども、例えばチタンエリートを獲得していてですね、エリートステータスの更新までにその下のプラチナエリートの50泊をクリアしなかったとしても、チタンの一つ下のプラチナエリートまで落ちるという形でですね、このソフトランディングが使えるのであれば、例えばまずはチタンエリートを獲得しておいて、次の更新までにですね50泊をクリアしなかったとしても、チタンとプラチナということですね、2年分のプラチナエリート以上の保持年数を確保するということができるわけですね。こんな感じでですね、保持年数と宿泊数を意識しながらですね、ライフタイムプラチナ獲得に向けて頑張るっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。以上、今回はマリオットボンボイのライフタイムエリートを解説しました。マイラス TV はこのようなマリオットボンボイの活用方法を皆さんにガイドします。ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。